それでは大変長らくお待たせいたしました。本日は最終レース終了後遅い時間にもかかわらずお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより仁義号の引退式を始めさせていただきます。司会進行は園田姫路、実況アナウンサーの木村久信です。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまずはじめに数々の名シーンの中から厳選して仁義号の勇姿を映像で振り返りたいと思います。あちらのスクリーンをご覧ください。通算成績36戦10、6等ゲートイン完了です。スタートしました2レース6等のデビュー戦です。新馬戦3番のアルイレブンが伸び上がったスタートで後方遅れました。並んで捉えていくか、内6番ホーヨークイーンと3番アルイレブンの3着争い、抜け出したのは2番の仁義労働カドラは3区リード、4馬身5馬身6馬身で5輪デビュー勝ち。2着は5番グランジャーキット、3着最後3番アルイレブン上がりました。インコースから5番マコトパパベロ、1番の仁義が抜ける、仁義先頭、2番手は2番 AC 西パ か、そしてインコース粘るマイタイザン、外からは8番7番の高野陣也、1番仁義合輪、2着は2番 AC 西パカ、11番マイタイザン、8番並んでいたドライブナイト、2番手争い激戦、それを尻目に圧勝1番仁義。ここで引き離すか、さあ仁義、仁義王者の意地を見せるか、王者の意地か仁義、ちょっと外に遅れたシェダル、進行戦で粘っている、3番手も接戦だ、仁義だ仁義だ、絶対王者仁義だ、仁義ゴール、仁義です。振り切りました。これが2年連続年度代表馬の意地、10番のシェダルを振り切りました、連覇達成仁義です。ある中でごくごく一部ではありますがその印象的なシーンを振り返りました。ありがとうございました。これまで通算成績36戦19勝、そのうち重賞勝利数は園田金牌や兵庫大賞典、白崎賞の連覇など合わせて11勝。2020年2021年には兵庫県競馬における年度代表馬に選ばれるなど、ここ兵庫の看板馬として一時代を築きました。去年3月の名古屋大賞典の後足を痛めたことで1年余りの休養を余儀なくされましたが、今年の4月末に復帰、復帰2戦目となった6月6日の六甲杯出走を最後に引退を表明、およそ5年半に及ぶ競争生活にピリオドを打ちました。その仁義号ですが気象面などを考慮しまして式の終盤に登場いたします。どうぞご了承ください。それでは仁義号の関係者の皆様改めてご紹介させていただきましょう。青物市の株式会社ラメール様でございます。大きな拍手でお迎えください。調教師の橋本忠明様でございます。歴史の田中学様でございます。急務員の山本秀信様でございます。それではお一方ずつ仁義号についてお話を伺ってまいりたいと思います。まずはオーナーからです。この兵庫県競馬で看板馬として5年半にわたって活躍を続けてきました。まずはラメール様にこの引退式を迎えて今のお気持ちから聞かせていただきたいと思います。いかがでしょうか。こういう、ね、引退式馬の死になって、初めてなんですごく、光栄に思っています。でまた仁義自家繁殖を僕が、するのに初めて持った繁殖牝馬から生まれた2頭目の、産駒になるんですけども、男馬としては初めての産駒やったんですね。そんな仁義がですね中央で、デビューすることなく園田でデビューして、こういう結果を残せて本当に園田で良かったなというふうに思います。園田で皆さんに本当に可愛がってもらってですね、たくさんのファンに、応援をいただいて、素晴らしい成績を、収めさせていただきました。関係者の皆さん、特にですね、橋本調教師、田中ジョッキー、今大変、本当にいい思い出を仁義とともに、させていただいたっ
ていうことで、またファンとともにですね、一緒に応援、今まで、させていただきまして、本当に馬主人生の中でも最高の思い出をここで園田で、作らせていただきまして、本当に皆さんにも感謝申し上げます。ありがとうございます。数々の名シーンがありましたけども、中でもオーナー印象残ってるレースというのはあるんでしょうか。そうですよね、やっぱり、園田ではなくて名古屋の方でですね、中央の馬と激突させてもらって、1位にはなれなかったんですけども、1年目2年目と成績を残せて、中央の馬の中に割って入れた、園田の仁義も頑張れてるっていうか、その園田のレベルを、内外に示せたところが印象に残ってます。ありがとうございます。この後の仁義の余生の過ごし方について、現段階で決まっていることあれば教えてください。はい、私にとってもすごい功労馬なんで、この後、今日来られてるんですけども、乗馬の方に、移って調教を乗馬として過ごせるように調教をお願いしてるんで、ちょこちょこ見にも行けると思います。そういうところで余生を過ごさせていただきたいというふうに思っています。いかがでしょうか。一言仁義でよろしいですか。はい、それでは、育て上げた橋本忠樹調教師にもお話を伺います。まずは引退式、これだけのお客様が集まっていただきました、いかがでしょう。いや、嬉しいですね。はい、引退発表からしばらく時が経ちました。まだその厩舎の方にいて存在感も見せた仁義ですけれども、改めて引退式を迎えて今の心境というのはどうですか。やっぱりこのような式をさせていただいて、やっていただいて、すごい馬に巡り合えたなと、はい、思います。記者会見の時に一番思い出に残っているという園田金杯のレースをご覧いただきましたけれども、改めてレース、仁義と過ごしたこの5年半というのはいかがでしたか。本当に、毎日プレッシャーの中で、大変な思いもありましたけれども、たくさんの応援いただいて、仁義を愛してくださったファンの皆様が応援してくださいましたので、しっかり頑張れたと思います。取材をしていますと、仁義から教わったことも多々あるということをおっしゃってました。改めて仁義、どのような存在ですか。本当にもう僕の先生ですよね。これでもいいのかとか、これでいいのか悪いのかっていうのでもきっちり結果を出してくれて、自分のやってることに間違いないなっていう自信を持たせてくれた馬だと思います。はい、最後、仁義にどのような一言を送りましょう。本当にゆっくり休んでほしいと思います。はい、ありがとうございました。続きまして、何度もビッグレースを制しました主戦の田中学騎手です。田中騎手、様子で休養中に、引退のお話を聞いたと思うんですけれども、改めて仁義引退というお話を聞いたときはどのような思いだったんでしょうか。そうですね、もうたくさんね、頑張ってくれたと思うんですけど、最後にその上にちょっといなかったのが、ちょっと最後の無念というか、寂しい気持ちです。そのような中でも、仁義と大きなレース、数々勝ってきました。中距離戦線もほぼ総なめと言っていいぐらい、勝ってきました。思い出に残っているレースというのはいかがですか。負けたレースの方がね、すごく思い出というか、次につながる騎手としてのプレッシャー、自信などをすごく仁義から学ばせてもらったと今でも思っています。負けたレース、オーナーも口にされてましたが、名古屋大賞典3着というのが最高でしたけども、そういったレースにも該当するんでしょうか。そうですね、もう花浅負けたレースもあれば、そういうレースもね含めて、もうちょっとなんとかなったかなっていうレースがね、やっぱり一番悔いが残りますね。それでも年度代表は2年連続になりました。本当になかなか絶対王者と呼ばれる存在、なかなか強い競争部でもいないと思うんですけど、改めてこの称号を背負っての戦いというのはどうだったんでしょうか。
そうですね、もう絶対王者ということを言われて、すっごく疲れる馬だったんで本当前の日からちょっと考えたり、そのレースが終わるまですごく息苦しかったり、すごくなんて言うんだろう、疲れた馬でした。はい、その分すごく僕にがあのを育ててくれた馬だと思うので感謝でいっぱいです。そして田中騎手お姿を見られるファンの方も本当久しぶりだと思うんですけれども、改めて現段階の腰の状況など今の状態、分かる範囲で教えていただけたらと思います。はい、ちょっとずつね、あのリハビリというか自分なりのトレーニングができるようになってきたので、あまり無様な格好でもうこの年になって帰りたくないので、しっかり元の自分以上に体を戻してファンの皆様の前でいいパフォーマンスができるように頑張りますので見捨てないでください。ファンとともにお待ちしております。はい、戻ってきてくださいというメッセージも届いています。そして、一番長い時間をお過ごしになられた山本秀信警部員です。改めて神技の引退式を迎えました、どのような思いですか？そうですね、2歳から4歳まではちょっと調教がうるさくて大変でした。まあ、5歳から少しずつ大人になってパドックもおとなしくなってきて、いきなりなんか成長したなって感じで、まあ、たくさんいろいろ思い出あるんですけど、まあ、一番思い出に残っているレース挙げるとするならば。あ、そうですね、あのシダルとした時勝った時は嬉しかったですね。それと名古屋大商店で花行った時感動しましたよ。フォアゾンブラックなど名馬も、ね、手掛けていらっしゃいましたけども、その他の馬たちとまた違うところっていうのはどんなところだったんでしょう？そうですね、なんてやんちゃんでした。はい、何回も落とされましたね引退を表明してからおとなしくなったということをね、この間馬房でもちょっとお伺いしたんですけど、今の陣技どうですか？これから登場もしますけれども。あ、おとなしくなりましたよ。はい、もう戦いを終えたようなそんな空気が。あ、そうですね、落ち着きがあってね。陣技に最後一言かけるとしたらどのような言葉になりますか？ ありがとうございましたって。まあそうですね、感動ありがとうみたいな感じですね。ということでありがとうございました。ここまで関係者の皆様にその思い出などなどを振り返っていただきました。続きまして、神技引退、その栄えある功績称えまして、これから表彰に移りたいと思います。改めまして神技号関係者の方々ご紹介させていただきます。馬主の株式会社ラメール様、調教師の橋本忠明様、そして騎手の田中学様、厩務員の山本秀信様でございます。神技号のこれまでの輝かしい功績を称えまして、兵庫県競馬組合より感謝状と記念品が贈られます。プレゼンターは兵庫県競馬組合副管理者坂本義和です。馬主の株式会社ラベール様に感謝状記念品が贈られます。本当にお疲れ様でした。そして調教師、この後は橋本忠明様にも記念品が贈られます。中距離戦線を引っ張ってきた、牽引してきた神技、名実ともに絶対王者の地位を守り通しました。そして騎手の田中学様です。主戦の田中騎手にも今記念品が贈られます。そして厩務員の山本秀信様にも記念品が贈られます。ありがとうございました。続きまして、あなたは贈呈に移ります。プレゼンターは SK のフラッシュ8杉本奏です。
オーナーの株式会社ラメール様に花束が贈られます。5年半にわたる活躍、本当にありがとうございました。そして橋本調教師にも花束が贈られます。そして皆さん復帰を待っております田中学騎手にも花束が贈られます。そして厩務員の山本秀信様にも記念品で今花束が贈られました。また後ほど一般社団法人兵庫県馬主協会より馬主様へは賞品が贈られます。これにて表彰式を終了といたします。それでは引退式の続きです。それでは大変長らくお待たせをいたしました。いよいよ本日の主役の登場となります。少しご準備がございますので少々お待ちください。登場までちょっと時間がかかりそうです。通算成績ここまで36戦19勝、そのうち重賞勝利数、園田金杯、兵庫大賞典、白崎賞などのビッグタイトルの連覇など合わせて11勝数えます。2020年、2021年には兵庫県競馬における年度代表馬に選ばれました。名実ともに絶対王者、ここ兵庫の看板馬として一つの時代を築いた仁義です。1年余りの休養を経て、その後履正姿を見せてくれました。往年の走りとはなりませんでしたが、それでもファンの方に姿を見せ続けてくれました。その仁義、一貫ぼつこちらに向かっております。それでは大変長らくお待たせいたしました。どうぞ皆様パドックの中央口にご注目ください。長らく兵庫の中距離界を牽引してきたレジェンドホース絶対王者仁義の間もなくの入場です。温かい拍手でどうぞお迎えください。絶対王者仁義の登場です。騎乗いたしますのは復帰後最後の2戦の手綱を取ったカモミヤ吉木騎手です。今仁義がその姿を現してくれました。兵庫所属の年度代表馬及びグレード競争、ダートグレード競争を含む優勝馬に対しまして、その栄誉を称えて馬名入り特別調教ゼッケンが先日導入されたばかりですが、その対象馬はイグナイターとそのこの仁義しか、この2頭しかおりません。その仁義最初で最後の特別調教ゼッケンをつけて今日は入場しております。令和2年3年度年度代表馬仁義の姿です。ゼッケンに記されし王冠マークは年度代表馬を2つ獲得したことを示しております。栄誉をたたえ馬名入りの調教ゼッケンにて登場している仁義です。ぜひともその姿を皆様目に、そしてシャッターに焼き付けてください。冒頭でご紹介しましたように2018年暮れのデビューから1年の休養期間を含めましておよそ5年半にわたる現役生活、中距離戦線でビッグタイトルをほぼ総なめにし、通算重賞勝利数は11勝となりました。生涯収得賞金2億1253万2000円はそれまで唯一の2億円コースだったアラブの怪物 KS 吉前を抜きまして兵庫生え抜き歴代1位の記録となりました。440キロから460キロ台の小柄な馬体でその王座を狙う数々の刺客を迎え撃ってきました。この小さな体で大きな馬と激闘を繰り広げてきた仁義です。パドック何度か周回いたします。どうぞその目に、そしてシャッターにその姿をお収めください。オーナーからはこの後乗馬にというお話もありましたが、
少し現役時代を思い出したのか、荒ぶる姿も仁義見られます。仁義が厩舎にいるといい緊張感を与える、勝ちきれなかった馬が勝てたりすると、仁義がいることでこの橋本忠明厩舎また成績が上がることもあったそうです。それを象徴するかのように、先日7月4日にはこの仁義の馬房の隣にいるマルカ・イグアスが厩舎の悲願である兵庫におけるダービー兵庫優駿を、今まさに馬上にいる上宮良樹騎手を背に勝利しました。仁義の後を継ぐがごとく、すぐさま橋本厩舎にまた新たな王者が誕生したところでございます。西日に照らされて王冠マークが輝きます。仁義最終レース終了後にもかかわらず、多くの皆様に見守られて今パドックを周回しております。おそらく園田競馬場でその姿を見るのはこれが最後になるはずです。記憶にも記録にも残る兵庫のレジェンド、そのレジェンドが兵庫を去ります。その雄姿どうぞ目に焼き付けてください。集会を終えた後はこの後全員で記念撮影という予定をしております。ダートグレード勝利こそ最高成績名古屋大賞典3着と、あと一歩届きませんでしたが、中央勢に割って入ったその走り、末永く兵庫県競馬ファンの目に焼き付いていることでしょう。今度はその後進たちが仁義が果たせなかったその悲願を達成することを願いたいと思います。皆様どうぞ仁義の姿最後に目に、そしてシャッターにお納めください。ではこの後全体の記念撮影に移ります。では関係者の皆様お近くの方にご移動いただきましょう。最後は揃っての全体の記念撮影に移ります。かなり久々に多くの人の目の前に現れて、仁義も少しずつ興奮を見せているところです。兵庫の一つの時代を築いた仁義、その最後の雄姿、最後は関係者の皆さんと共に写真に収めていただきたいと思います。さあ、まもなく準備が整います。はい、ということで、最後微調整を行ってですね、はい、収まりました。皆様、シャッターチャンスでございます。
この有志関係者の皆さんと作り上げたこの兵庫における一つの歴史、どうぞその目にシャッターにお納めください。2018年の暮れから始まった仁義の伝説、これからも末永く語り継がれていくことでしょう。仁義もこの空気を読んでおとなしくしてくれております。はい、ということで写真撮影の方が終了しました。それでは最後にですね、結びとしまして橋本忠明調教師、それからラメル様に一言ずつ頂戴して引退式結びとしたいと思います。それでは橋本調教師、まずはこれだけ多くの方々が最後まで残ってくださいました、皆様へメッセージ最後一言お願いします。そうですね、まあすごい、本当すごい馬に巡り合えたなっていうことと、そしてすごい馬を預けていただいたオーナー様、そして何より、たくさんの応援をいただき仁義を愛してくれたファンの皆様には本当に感謝しております。どうもありがとうございました。橋本忠明調教師でした。そして最後結びといたしまして、オーナーにも一言頂戴しましょう。最後譲り合いですか？同時でも構いませんが、では最後締めていただきましょうか。本当に最後まで、残ってくださいました。本当にファンのお湯間でした。最後一言メッセージお願いします。はい、皆さんありがとうございました。また仁義に匹敵するような馬をね、園田で、走らすことを目標に頑張りたいと思いますんで、またその節は皆さん応援してください。ありがとうございました。オーナーのラメール様の今の言葉を持ちまして、ベルタク仁義号引退式、幕とさせていただきます。本当にお疲れ様でした。